以下ギラ割リ天文台は、インド天文天体物理大学連携センターが運用する天文台である。以下がある、プネイシの北およそ 80km に位置し、現代的な後傾 2m 反射望遠鏡を有している。1988年の設立以降、以下は天文学の研究領域を広げ、国内外で多数の天文観測を行うようになったが、 専用の望遠鏡は所有していなかった。拡大を続ける天文観測の需要に対し、特に大学部門での教育、研究に利用できる中高系の望遠鏡を所有することが提案され、以下の理事会やインド政府の大学女性委員会でも、この提案は承認され、以下の専用望遠鏡の建設が決まった。1996年、イギリスの素粒子物理学。 天文学研究委員会と契約し、大立ニ日チ天文台が、合計2メートルの望遠鏡を提供することになったが、1998年に、大立ニ日チ天文台が閉鎖されると、リバプールのテレスコープテクノロジーズリミテッドが業務を引き継いで、望遠鏡を製造した。2006年2月14日に、試験も含めて、望遠鏡の設置作業は完了し、以下による運用へ、移行。 5月13日には、正式に、ギラアリ天文台が解消した。ギラアリ天文台は、イカがある、プネー市から北体およそ80キロメートル、ゴデガオン近くの小高い丘の上に位置している。この場所は、観測の効率を上昇させ、運用の負担を軽減するため、プネーから100キロメートル以内で公的地を探した結果、選ばれた。同じくイカが運用する、 巨大メートル波電波望遠鏡からは、西におよそ1 5トルの場所である。天文台所在地は、標高が約1 0 0 0ルで、敷地は約1 0 0ル四方の広さがある。平均的なシーイングは約1.5秒角、夜間の空の典型的な、明るさは、ジョンソン・カズンズの標準速攻システムでは、B バンドで1平方秒あたり22等級。 V バンドで1平方秒あたり21等級、R バンドで1平方秒あたり19.4等級と、船に近く、ムンバイからもそう遠くない位置にしては公害にさらされていない。1996年から1997年にかけての現地調査では、当期の半年間で一晩のうち運量例の時間が4時間以上ある。速攻夜がおよそ5割。 運量3億体化の時間が4時間以上ある。運行夜なら8割に達している。ギラーリ天文台にある主な建築物は2メートル望遠鏡を収める望遠鏡棟とそれ以外の部分を担う業務棟で、望遠鏡棟は敷地の北端、業務棟は敷地の南端に配置されている。業務棟には観測者のための宿泊設備や食堂、図書室なども備わっている。 2メートル望遠鏡を囲む屋根は直径約11メートルの円筒型で外装には日中の温度上昇と夜間の赤外線放射を抑える要、アルミニウム塗料による塗装が施されている望遠鏡胸の機械類からの排熱は業務胸近くの大型換気扇を備えた排熱口へ吸い出されるようになっており熱で望遠鏡周辺のシーイングが悪化しないように配慮されている キラワリ天文台2メートル望遠鏡。キラワリ天文台の主力2メートル望遠鏡は光学系がリッチー・クレチアン式。課題は経遺題である。F 値は2メートルの主鏡が F3 観測に使用するカセグレン商店では怪獣となっている。カセグレン商店は直射の他に側面の4カ所で焦点を結べるようになっている。アイホスックアイホスックは 以イカフェイントオブジェクトスペクトラグラフワンドカメラの略で2メートル望遠鏡の直射カセグレン焦点に取り付けられたギラワリ天文台の主力観測装置であるヨーロッパ南天天文台がコッペンハーゲン大学天文台で設計製作したイホスクを元に設計されているアイホスクの構想はといった点が重視されているアイホスクは検出器に 2K2K ピクセルサイズが十三点五マイクロメートルのエイルリメン、照射型 CCD を採用している。撮像観測における空間抽出スケールは四十四マイクロメートル、秒角で、視野は十点五分四方、フィルターは U、B、V、R、I バンドを備えている。分光観測の観測波長域は三百五十ナノメートルから八百五十ナノメートルまでで、グリズムを使い分けることで、 波長分解能は190から3700までを実現する。望遠鏡のカセグレンポートとアイフォスクの間には構成形が設けられており、フラットフィールド補正や分光観測の波長構成に使用する光源や、筐体域フィルターが用意されている。筐体域フィルターは、半値幅が8.0ナノメートルで、波長帯は、水素の Hα の静止波長と、 ドップラー変異波長に適用する仕様となっている。パイ c c d 2メートル望遠鏡、カセグレン焦点の側面ポートには、プリンストインストルメンツ CCD カメラが取り付けられている。パイ c c d の検出器は1340-1300ピクセルの、理面照射が耐える CCD を採用し、ピクセルサイズは20マイクロメートルで、アイ h o s k よりも良好な空間抽出スケールを実現する。 波長帯は U, B, V, R, i バンドで、で i f o s クと同じフィルターを使用している。ギラ割リ天文台で観測が実施できる時期は10月から5月までの8ヶ月で、これを4ヶ月ずつ2期に分けて観測提案を募っている。望遠鏡時間のうち約6割はギラ割リ天文台プログラム省委員会が割り振り、残りの約4割は大長裁量時間。 突発現象の緊急観測、教育用観測計画、天文台プロジェクト、保守、補修などに当てられる。ありがとうございます。